にちは、めぐです。こんにちは、かっちゃんです。かっちゃん先生、はい、腰痛い。腰痛いあのね、私もたまに痛くなったりとかするんだけど、うちの母も腰痛持ちなんです。まあ、うちの母は昔あのぎっくり腰やったことがあるから、そう、ね、癖になってて2回ぐらいやってんのかな、どうしよう、どうしたらいいの。だいたいぎっくり腰ね、はい、起こす前って、足が冷たくなるんですよ、血液循環になって、だから便秘して足が冷たくなったら要注意、うちの母便秘やわ、それから改善しないとね。うん、だから私のね、友達昨日ね、あのお見えになった方で、はい、奥ちゃんっていう人なんですけどね。奥ちゃん、はい、まあ、年齢私にはちょっと下なんですけども、はい、ぎっくり腰になりまして、でもう痛くて動けなくて、去年ねブロック注射して、はい、で、その症状が2日前から出始めたんですよ、で昨日ね、赤ちゃんがね、よちよち歩きの赤ちゃんみたいにね、もうフラフラしながらね、歩いてきましてね、かわいそうやね。で、まあ、ちょうどね、あの私の知り合いの先生がいらっしゃったんで、ちょっと治療をしてもらって、で昨日だいぶ楽になったんだけど、まあ、とりあえずあの晩にあのホテル泊まってね、で明日あの家だから今日の午前中、まあ、商談があって、それからまた横浜に帰るっていうから、でね、もうかわいそうでしょ、つらい。でホテルまで車で送ってあげたんですよ、でいや、そこのコンビニの前で泊めてくださいって言うから、なんでって言ったら、いや、コンビニで弁当買ってね、部屋で食べるっていうからね、まあ、気の毒なんでうどん屋一緒に付き合ってね、まあ、うどんおごってくれたけどねおごってもらったんだ、でね、であったかいもんやっぱりね、あの、食べないといけないし、で今日もね、治療を受けてね、すごく良くなって喜んで帰ったんですよ、劇的ですね、それでね、あのだから、まあ、まずね、私からに言ったのはね、もともとそういう要素があるんだったら、ね、状態が悪くない時にね、とにかくあの腰をね、ゆっくり回すストレッチだから、例えばヘルニアってね、骨がね、左右にずれてんじゃなくて、ねじれのずれがあるんですよ。だから、だから体をねじるストレッチをね、やることと、あとやっぱりスクワットでね、筋肉をね、つけること、あと腹筋をすること、それするだけでもね、かなり予防になるんですよね。で、あとはあの、まあ、いつも言うけどね、あの冷たいものは極力食べない、飲まないようにする、だから症状ある人はね、であと、湿布薬はね、あの漢方の湿布薬で、キューレーコンっていう湿布薬があるんですよ、それはどんな湿布薬なんですか。漢方の、湿布薬なんですけどね、まあ、ちょっと水で練ってね、で湿布するんです。これはあの漢方薬局でね、置いてるとこありますけども、これはかなり効果あります。だから痛みとかね、あの要するにオンシップレイシップの問題あるんだけど、どっちでも使えるしね、それどっちでもいいんですか。そうそう、だから、だから彼にもね、あの一箱あげて自分でしなさいって言って渡したんですけどね、ちなみに高いですか。いや、そんな高いもんじゃないから、そんな高くない、シップだもんね、それであの、まあ、練って使うからね、あの一箱買ったら結構使えるしね、で、あとはね、あのとにかく、ね、冷やさないことも大事だし、で、あと冷える人はね、温めること、だから私もね、もう数年前にね、講演会の朝ね、あの軽いぎっくり腰を起こしまして、で、講演が終わる頃ね、もうお辞儀ができないんですよ。で、泣いたことあるから、だから自分で気をつけてるのは、まあ当然ね、毎日の食事、それから腸内環境をね、まあ、健康にね、維持するために、まあ、乳酸菌生産物質とか、オリゴは毎日使ってるし、するとね、冷えてきた時にね、温めるもの。ね、これあの何ですかそれは。これね、温熱治療器なんですけどね、あの三井留子先生って人がね、考えた治療器なんですよ、で要するに、まあ、冷えによってね、まあ、いろんな、まあ、病気が起きる、で三井留子先生ね、あの温熱治療でね、がんの治療もやってたんですよ。でがんを殺すには刃物はいらない、きれいな血液流せばいいって。で私の考え方に、よく似てるんですよね、で私もね、こう冷えてきたら特にね、あの腰の周りとかね、腰から尾底骨の周りをこの温熱治療で、温めると、もうすごく 楽になるしね、特に尾底骨の周り温めるとね、つま先まで温くなるんですよ。ちなみにね、今かっちゃん先生が手元に持っていらっしゃる温熱治療器っていうのが、ピンク色でとっても可愛らしいんですけど、形で言うとエチケットブラシみたいな感じそうね、
そのエチケットブラシの本当にブラッシングする部分が、これなんだろう、素材は。なんかまあ、これね、あの樹脂なんだけど中にセラミックをね、うん、入れてるんですね。で、まあ、温度設定が、まあ、4段階にね、こう分かれてまして、はい、で顔なんかでもね、こうできますね。え、顔も使えるのかっちゃん先生、すごいじゃん。だからガーゼを巻いて顔にやると顔ツルツルになるしね。わ、すごい、美顔器としても使えるんですね。で、まあまあ手軽に使える。だから私、あの冬はね、こたつの横に置いてるんですよ、はい、でこたつに入ってると腰冷えるでしょ、はい、でそんな時にこうね、ちょっと使ったりとかね。あ、いいですね、はい、すごい肩とか手軽に使えそうですもん ね。 そうそう。でね、冷えると筋肉が硬くなって結構余計悪くなるんですよね、はい、でそういった症状持ってる人非常に多いの で、うん、でこれからね、まあ、エアコンでね、やっぱり体冷やすでしょ。そう、夏場はね、上は暑いんだけど足だけ冷たいとかね、うんうん、そういうあの方も多いですしね、はい、ですから、まあ、そういう部分ではね、非常にまあ手軽に使える、うんね、だから冬なんか私ね、贅沢だけどね、はい、あの事務所でね2つ置いてるんですよ、ええ、足の裏両方ぬくめてんのすごい贅沢ですねなかなかちょっとね、私たちそういう使い方できないんですけど、そのね、温熱治療器具っていうのは私たちも購入することできるんですか、はい、うんうん、販売してますね。あのだから三井式温熱で検索されたら出てきますしね、結構いろんなところで販売されてますね、うん、あ、じゃあね、気になるという方はあの私も含めてチェックしましょうね。はい、ではここで番組からプレゼントのお知らせです。毎日の美容と健康に乳酸菌生産物質ビオネ U を5名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は郵便番号 650-8589 650-8589 キッス FM ドクトルカッチャン健康にキッスプレゼント係、もしくはキッス FM のホームページ内リクエスト&メッセージまでどしどしご応募ください。かちゃん先生すごい気持ちよさそう。ずるい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 。今日は、ね、いいな、まあ、私も後で借りようと、うん、買ってください、うんでね、使うお金貯まったらね。だからね、やっぱりね、こう、まあ、温めて血行良くする、はい、あとは指圧とかね、マッサージで血行良くする、はい、であとは元々の血液をね、綺麗な血液に作り変えること、はい、赤血球の寿命は120日です、うんね、だから食事と腸内環境を整えていったら2ヶ月間で弾力のある赤血球に半分入れ替わるんですよ、うんね、そしたら体の状態ガラッと変わりますね、うん、はい、皆様食べ物そして生活習慣、これ改善しましょう。そしてもっともっと元気になりましょう。ではまた来週もお耳にかかりたいと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございました